郎さんも言ってたけどね、塩、小麦粉、オリーブオイル、3つ全部先に入れちゃって、一回でこう混ぜちゃおうっていう考えもあるかもしれないんですけど、あとは盛り付けです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、万能鶏胸肉作っていきたいと思います。これはね、奥園さん流です。作っていきます。今日は250から300の肉が2つあります。250、250なんですけど、これビニールをね、2つに分ける予定でおります。1回分がね、まあ1個だよね。それを2つ今日作っていきます。まずね、使うものはね、胸肉とお塩。250から300に対しては小さじ2分の1です。あと、片栗粉大さじ1。こちら、以前にも紹介したダイソーグッズです。小麦粉を入れてさっさとやるんですけど、これ、うちでは片栗粉を入れております。こちらで大体大さじ1入れていきます。それプラス、オリーブオイルが大さじ1です。これだけで万能胸肉が出来上がります。では、5! まずでカットしていきます。そぎ切りします。肉はね、まず半分に切って、ここをちょっとね、私、赤身っていうのかね、ここはちょっと落としたいと思っております。ねえ、こういうところは皆さん気になる方はね。で、半分に切ったら、半分に切ったらそぎ切りしていきます。はい、ザクッ。これでまず、一つ。そぎ切り、以前にも紹介したみたいに、肉の目に逆らって、切った方が柔らかく出来上がります。はい、こんな感じでまず一つね作ったらビニールの袋に入れちゃいます。ここで見えてないか、ここで真ん中でやらないといかんか。はい、ビニールが汚れないようにしたいし、ここでいっか。はい。そしたら、まず全部これを袋に入れます。袋に入れたら、一旦、袋に入れたらね、ここに、小さじ、2分の1、お塩を振ります。小さじ2分の1って大体ね、あんまり多く入れるのもダメです。そうしたら、一回揉み込みます。まんべんなく、こんな感じ。あ、上でやっちゃうかね。はい、こんな感じで、まんべんなくお塩がいくように揉み込んだら、ここに大さじ1の片栗粉、このまな板どかしたいんだけどね。もう一個、これ結構ねドバッと出るから一回振るとだいたい大さじ1ぐらい出ます。こんな感じです。こんな感じで大さじ1ぐらい出ます。そうしたらまたこれを振ります。危ねえ。で、全体に馴染ます。こんな感じで全体に馴染んだところで、ここに大さじ1のオリーブオイル。
大さじ1。結構入れるんだよね。このオリーブオイルを入れることによって、これでさ、また再度揉み込みます。これね、奥園さんも言ってたけどね、塩、小麦粉、オリーブオイル、3つ全部先に入れちゃって、1回でこう混ぜちゃおうっていう考えもあるかもしれないんですけど、奥園さん曰く、こうやって分けてやった方がいいですよっておっしゃってみえたので、私も同様に、こうやって3回に分けてやっております。これで、万能胸肉。完成です。このまんま冷凍してもよろしいですし、このまんま調理してもいいそうです。はい。これで万能胸肉完成です。同様にこちらも作っていきます。この辺はまたまた早送りしておきます。はい、皆さん、こんな感じで万能胸肉2つ出来上がりました。皆さんもぜひ試して作ってみてください。あと今後ね、これを調理した動画も撮っていきたいと思いますので、お楽しみください。こちら、このフライパン新調しましたと言っても、こちらもダイソーです。500円です。こちら、もう使っております。はい、ここに、先ほどの鶏胸肉。できればね、これ、鶏胸肉も、皮面を下にした方がいいよね。はい、フライパン熱くなくても全然大丈夫です。で、先ほど言ったみたいに、これ、オリーブオイルついてるからね、もう、このまんま、焼いていけます。で、じっくりできたら、じっくり皮面から皮面、このね、万能胸肉もね、日持ちしますね。奥園さん何日間作ったかな。でもね、これ賞味期限超えてます。超えてもね、全然臭みもなければ、やはりね、オイルつけて、片栗粉つけて、で下味つけてるからね、大丈夫なんだよね。この前ね、一回これ同じものを作って食べてみたら、子供たちが美味しい美味しい言ったので、今日もう一回同じの作ります。いいです。焦げ目がまだついてないね。はい、くっついてるやつがね、あるから。お、今ちょっと焦げてる。このちょっと焦げ目がついてくる、このぐらいがいいですね。やはりはい、そうしたら、ここに、先ほどのタレ、これね、割ってあるので、このタレの作り方はまたね、概要欄に載せときます。今日はね、多分ね、これ2ついけば、足りると思います。これはね、便利だと思います。はい、ニンニクは先ほど芽を取ったので、チーズグレーターで吸っちゃいます。
おう。ちょっと最後まで擦りたいね。はい。よし。これね、パンパンこの前やりすぎたらね、ここ傷ついちゃってね、買ってきたばっかりの。買ってきたばっかりなのに傷ついちゃって折りました。はい、これで煮込んでいきますが、ここに蜂蜜大体大さじ1です。投入します。これをね入れることで子供たちが食べやすくなってました。甘みが欲しいんですよ。で、これで煮込んだら、とろみがついたら完成です。あとは盛り付けです。